あの相模オリジナルの開けたての匂いするマジで。いっぱい入れちゃった。ちょいちょいちょい、あのね、ドア1枚とかに2、3ショットらしいよ。いやだっていっぱい出ちゃうし。これいっぱい出ちゃう。なんでこんな1回なんだあ、でも、ツヤ出る。ツヤ出るっていうか、車体が綺麗な気がする。それは頑張って磨いとくね。俺じゃないけど。てっ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 てて。ちょっと、でもさ。それさ、高校しなきゃいけなかったね。え、どういうことですか。いや、半分半分。普通に両面やっちゃったから分からへん。あ、違う、ここと、ここが違うかなと思って。どうやってこうなんだ。つら出ました。でも、メガキーズが消えたような感じ、隠れたような感じ。でもこれノーコンバウンドで何を使ってるかってこれらしい。ちょお金ないもんで、ちょっとスパさんの髪飾りはちょっと買えなかった。手には取ったけど手に取ってカゴまで入れたけど、うんと思ってやる、うん、バシャバシャタイム。早くね。まあいいけど。あ違うね。うわ全然違うじゃん。わ全然違う。何これ。すごい。すごい。いっぱい出た。止まんないよー。やばこれ。すごくないですか。あれ。あれさ、急に真面目になるのやめてくれるから。え、でもこれすごくないですか。え、結構すごいねこれね。うん、俺も思った。すげえ。うわ、すげえ。え、これ、まずこれ、まず、これかけたよ。ルーファルーフでやった、あの、ここをこれでやったからね、さっきね。これやったの、ガラスコーでやった。うわー、すごい。そう、俺、油膜まで撮ってたけど。すごい。え、これすごくない意外と。意外といい。あ、すごいわ。艶はさておき。だからほら、ボディの横と比べればいいんじゃない。あ、そういうこと。撥水が。そういや、撥水してるんだ。ちょっと違くない感じが。いや、違う、感じ違う、違う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 。トロンっていくけど、違うじゃん。出らんだよね。トロン出らんだよね。細かいのでさ、流れてる。こっちは大粒で流れてるから、あ、君はどうだね。あ、この助手席までしよう、くれるしよう。え、違くない？やっぱり違う違う。うん、なんでそこ同じとこだけやってんの。違うかな。いや、違う違う違うよ。今日紹介する商品はこちらだ。ソナックスエクストリーム。ちゃんと言えよ。おい大卒。おい大卒。まずこちら諦めたぞ。まあ、こう濡れた状態で、これを、あれ効果もやらなかったか。しかもドア1枚 2,3 ショットなんですよ。待って、いや、ドア1枚 2,3 ショットなんですよ。いや、これだってコンチネンタルだから普通のドアより8倍くらい長いから。そう、補足すると水を濡れてる状態でドア1枚に対して 2,3 ショットね、本当はね。で、付属のあれで塗り広げてそのまま乾かすみたいな。なんで追加した？分かった、ケンちゃん。なんすか？
三宅村、そういうとこにあるよ。え、そういうとこにあるよ、三宅村。コンパウンドめっちゃつけてない？うん。あ、僕の車っすか？うん、まあ、全然つけてないです。どれぐらい？ほんとちょっと、いつも出る量の、うん、ちょっと待って、いつもって何？それ、いつも出る量って何？何ですか？いや、毎日やったとして、毎日出る量の、その1日1回出る量の3分の1ぐらいしか つけてないですよ。そう、出る量のその比較は何？何の出る量の？何が出るの？いや、ちょ、男だったらやっぱ定期的にあれじゃないですか。いつ動画切りゃいいかわかんねえ、これ。で、これで、こっちドアができたから、これで、こっち今、施工。フロントが施工で、え？こっち施工してやって、こっちが施工。ああ、だね。ファイヤー。ああ、ほう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 。違うね。違う、違う、違う。発水するね。違うわ。こんな感じ。で、こっちはね、ワックス。うん。ワックスはこんな。どっちもどっちでいいあれけど、でもこっちはやっぱ綺麗に発生してる。うん、うん、うん、いいんじゃない。うん、いいじゃん。うん、だってこの量だからね。みんなって買ってみて。これ別にいいのさ、言わさなくてもさ、別にいいじゃない。なんかかかったよ。ガンシャ？これはこの。ケンちゃん、ガンシャはあかんて。え、何すか、ガンシャって。顔にかかった。え、何すか、ガンシャ。顔にかかったらしい。あ、ほんとですか。うん。僕、大好きなの。え、何が好きなの？え、ガンシャっす。カメラを見てもう一回。さ、続きは。おい。すごいよ。かけすぎ。こんだけかけてんの。あ、補足ね、補足。みんな、黒い車はね、日中洗っちゃダメだよ。うん、そうそうそう、日焼けするからね。うん、いや、やっぱ僕みたいに身長が高いとこういう車も楽々っすね。やっぱ男は184からが男って言いますからね。それ熊谷の前でも言ってくれる。じゃあね、これね、熊谷くんね、一回マジであの子2メートル6センチあるんだけど、俺が165ぐらいに見える。霞むで。スーパーとか行くとさ、熊谷くんずっと見てんのよ。やばいよ。マジで。2メートル8とかやばくない？いや、6じゃないの。あ、6。何で今2メートル？何でもないから、幅やばい。持っちゃったね。うん、2センチ持った。高が2センチ。動画切っていいかな。洗車やっぱ夜だね。動画切っていいかな。ケンちゃん、はい、閉めてよ。動画は切っても動画は切ってもエンジン切るな。意味がさよなら。